行きましょう。ここなら問題ない。ということで、そこの池泳いでもらえる。何をおっしゃるんですか、冗談。じゃあ軽く走ってきて、5キロくらい。今度は本当よ。そういえばタケミが喜びそうなもの持ってる。言うてサボテンオンリーなんだけどさ。これ喜んでくれるんですかね。まあ、俺もあれだからね、言うてシャドウたちをねちょっと今に飾り続けてるので、もしかしたら全然問題なくありがとうって言って受け取ってくれるかもしれないよね。まあ、あげとけあげとけ。おかわいいサボテンか、いいね、やった。デスクのように置けるしすぐ枯れないし、ありがとう、いいセレクトだ、ありがとうね、やったやった。大変の心をがっちりつかめたようだ。やったー、ありがとう。どうしようかな、あんちゃんにもあげとこうかな。もうサボテンめっちゃ買っとこうかな。ということで夜です。保護観察、あーこれはこっちですね。OK です、育まれました。よし、よし、ということで電話しましょうか。君でーす。なるほどね、了解です。マジか、どうしよう。どうしよっかな。ステータス磨きに行ってもいいよな、全然。めっちゃ悩んだんですが、どちらになさいますか。あ、変えないか、そうかそうか。優しさ磨いてもいいよね。ファミレスとめっちゃ迷ったけど、でもそうそう、前回話してなかったよね。何でしょうか。注文があるから注文通りの花を選んでほしい。なるほど、花の本を読んで勉強。それじゃ、まマジか、派手な色で大きめな花、めっちゃ考えてんだけど。依頼は派手な色で大きめ、淡い色や白いのは違いそう。一つ目、うわめっちゃあんな、あんまり詳しくないんですよね。申し訳ないんだけど、バラがいっていいと思うな。なあ、大きなって書いてあるし、いいかな。どうする？まあ、行ってみよう、行ってみよう。大丈夫、きっと喜ぶって。気持ち、気持ち、気持ちが大事。あ、よかったよかった。でもなんか若干だけどヒント書いてあるの本当助かりましたね。やったー、ありがとうございます。多分このお金は川上先生のことにいずれ行くことでしょう。
あざーす。よし、帰るとするか。さあ、ということで6月の3日金曜日です。お、本が読めそう。読んじゃうか。じゃあ読み切っちゃうか。で、何か借りましょうかね。待って、もしかしたらさ、これサボタージュできる系のイベントかな。川上先生の授業だし。今日は予定を変更して先週やったことの復習にします。ふむふむ。カリキュラムを無視した唐突な復習宣言、そして露骨なサボり連呼。これって前に言ってたサボりを見逃すってことか。え、じゃないかな。サボタージュについて。え、めっちゃいいね。あー、でも勉強することによって知識が磨かれるってわけね。まあ勉強したら下で全然プラスにはなりますね。どうする？どうしよっか。うわ、どうしよっかな。寝るって選択肢もあるけど。え、本読んでいいんじゃない？本読むか？この辺読んでいこう。なかなかのサボりっぷりだったな。ねえ、よーし、放課後でーす。で、コープ、正直な話、私本当に強くなってる？なってるなってる。アンちゃんコープはいけそうですね。とりあえずね、図書室行く。本をね、何か新しいのを借りましょう。まあ、度胸は度胸で欲しいからね。ミリタリー屋さんのこともあるんで。大胆不敵でしたっけ？多分今のやつの上だよね。今筋金入りなんで。よーし、ということで今日はね、アンちゃんコープ進めていこうかなと思います。そうこなくっちゃ。よーし、行きましょう。ねえねえ、見て見て、向こうカモがいるよ。あれ絶対親子。やっぱりここ気持ちいいね。そんなに遠くないのに渋谷とは全然違う。東京って不思議だよね。たくさん人がいて、たくさんお店があって、すぐ近くに公園があって、カモとかいてさ、何でもあって、でも何にも手に入らない気がして、なんか怖いなって。なんかすげえわかる、それは。わかる気がするわ。あのさ、初めてこっち来た時馴染めなくてさ、
どこ行っても人混みでみんな歩くの早くてなんか怒ってるみたいに見えた。なるほどね。どうなんだろう。一番下はね、これはね違う気がするんだけど、どっちなんだろう。でも志保さんが言ってるんだよね。まあそうだろうね。まあそれはそれであれなんだけど、初めてだったんだ、見た目について最初に触れない人。それで仲良くなって、その時から志保は一番大切な人。なるほど。じゃなくて聞いてほしいことがあったの。あのさ、思いついたこと、どうぞ。あのね、ほら、ヒーローものの番組とかでも世界征服を企む悪役っているでしょ。毎回ヒーローにズタボロにされても絶対めげないで頑張ってる。それって折れない心があるってことだよね。ああいう番組の悪役見習おうと思うんだ。ね、いいんじゃない、いいんじゃない。だから私、アクション10位になる。これまた突然。頑張って。これ将来の目標にする。将来のことあんまり考えてこなかったけど、目標1個できちゃった。やったねー、よかったよかった。さあ、ということでランク4ですね。ありがとうございます。よし、リュウジがいいジム知ってるって言っていたから聞いとこっと。あれね、プロテインラバーズね。お疲れーす。夜どうしようかな。川上先生行きそうだったらね、行ってもいいかなって思ってるんですが。おう、帰ったか。早速なんだけど君呼んでくれない。マジか。まあ、全然乗っていいですよね。まだ1だよね。だよね。よし、じゃあ乗ります。5000円が、オラの5000円が。こういうボロ趣のある部屋とかお掃除のしがいがあって大好き。よかったよかった。チクチクしないかな。お店に作る。ああ、うまいこと言っちゃってね。絶好調ですね。このぐらいで十分ですよね。あえてアンティーク感を残す的な。はあ、切り替えやばいな。平日は残業できないからさ、就業と同時にダッシュでバイト。休日だって小テストとかプリント作ったりとかしないといけないしさ。まあ、先生はね、大変だからね。先生でね。でも驚いた。本当に指名くれるとは思ってなくて。まさか変なこと期待していないよね。大丈夫っす。
それに私生徒には深入りしない主義だからさ。やば、寝ちゃう。ごめん、5分だけ。やっぱ10分大丈夫かな。なあ、そうだ、君稼げるバイトとかしてない？こんなサービス呼ぶぐらいだし、いいのあるなら教えてほしいんだけど。ねえ、ちょっと気になるといえば気になりますよね。この辺聞いちゃっていいのかな。まあ、パレスだったり、そのメメントスだったり、ちょっとおすすめのアルバイトあるんですけど。まあ、妹が病気でお金いるんだよね。治療費とかいろいろとさ、ね。なるほど。足りない？でも今週の分は？あのさ、急に変な質問なんだけど、ひょっとして君10万円ほど稼い？ごめん、やっぱいい。さすがに教え子に借金は最低だな。てか君、お金あるのかもしれないけど使いどころを考えなよ。こんなメイド呼ぶのに使うなんてさ。だいぶ訳ありっぽい感じするけど。さあ、ということでランク2ですね。ありがとうございます。まあやりますけどね。やってっけどな。あと3件か。マジか、めっちゃ大変そう。ということで6月の4日です。土曜日。蝶野先生、季節はジューン、私としては一番バートナー好きね。まあ、湿気ね、ありますよね。確かに6月ってないっすもんね、祝日が。そういえば来週から衣替えだったわね。間違えて長袖のワイシャツなんて着てこないでよ。はい、はい、何でしょうか。ワイシャツのワイってどんな意味かしら？だったっけ？ああ、よかったよかった。若干怪しかった、今。よかった。やるじゃねえか。すげえな、もうワイシャツの一件でノートを貸し出せるぐらいの。それはそれですごいんだけども。まあ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 。日本人ってこういうの多いのよね。ラムネって元はレモネードの聞き間違いだし、そもそも身の構造が違うのかしら。へえ。やるとあるね。さあ、ということで特にこっちは来てなさそうなんで、コープ的にはマジか。リュウジオンリー、もしかして。それならさ、別のことを思い切ってしちゃう。ファミレスとか例えば。よし、行きますか。でどうしよう、コーヒーかな、こっちにしよう。長い目だ、相変わらずっすね。
やれやれ。いやいや、それほどでも。よし。なあ。で、勉強の方も OK と。よし。もうちょいかかるかな。知識面ね、もう一個行きたいんだけどね、上に。うんうん。よーし。帰るとするか。で、夜どうしよう。お、誰かな。明日で個展終わりだけど、マダラミは改心してるよね。そうか、大丈夫だろ。ユウスケはマダラメと一緒にいて大丈夫かな。明日動きがありそう。マダラメがどこかに連絡していた。マジか。じゃあ明日何かありそうですね。明日渋谷に集まろう。了解です。さてと。まあ大丈夫だと信じましょう。出ますっか。出ますっか。おい。それでは伺います。掃除をしてくれた。やったー。指名に感謝してるらしい。で、次で上がってくれるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。で、いよいよ、マダラメの方に動きがあるんじゃないかな。6月の5日です。